まあ、そのテストを前にしまして一応最後 の、 あの線形代数1の授業を始めたいと思います。で今日はのセクション 5.2 ですね、線形写像の像と角で残ったところから始めたいと思いますので、まず定理 5.2 の証明の残った部分から入ります。一応この定理自体は皆さん確か先週のこの授業のノートにあると思いますので、まあ、写した人は確認しながら見ていってください。で定理 5.2 はですね、一応3つの事実が述べられていました。その前に一応、線形写像を書いておきますと、F を数ベクトル空間 K の N から K の M ですね、の線形写像としますと。で、その上で、まず1番目はこれ前回、前々回に証明しましたが、F の像の集合ですね、イメージ F は KM の部分空間。で、あと2つを今日証明しますけれども、2つ目として F のカーネルですね、角が KN の部分空間。でそれからもう1つ今日証明する3つ目が F が単車であることの必要十分条件が F の角ですね、カーネルが0ベクトルのみからなる部分空間である、そういうことを示します。でついでに一応その図ですね、そのこの辺の図をもう一回復習のために書いておきますと、ベクトル空間 KN というのがあって、それから KM ですね、2つ の、 数ベクトル空間があります。この図も前々回に書いた図ですので、写している人はそれを見ながら思い出してください。今二重写しにする必要はないです。でこの KN から KM の間に線形写像 F が、まあ、ありますよっていう話ですよね。それでそのKN のベクトルですね、これをこう全部 F で写していって、こう出来上がったこの KM のこちら の、 部分集合、その KN のすべての点を写してできたこの部分集合を F の像、イメージ F と言いました。で、前々回はこのイメージ F というのは、この KM の中で部分空間になっているということを示しました。でそれからと、カーネル、F のカーネルっていうのはどういう集合かというと、まあ、このイメージ F の中に0ベクトルがあるんですね。で、どんな線形写像についても言えることは、その KM の0ベクトルを移すと KM の0ベクトルに移りますということなんで、この0ベクトルは必ず F のイメージの源であることに気をつけてください。で、じゃあ、まあ、KM の0ベクトルは F で移すと必ず KM の0ベクトルに移るんだけども、まあ、それ以外に、こう、F で移して0に移る点はないかっていうと、まあ、これは F の定義の仕方によってあったりなかったりするわけですね。で、まあ、もし、その0ベクトル以外に、こう、F で移して、こう、0に移るような点が、集まりがありましたら、これを F の角、カーネル F と、まあ、呼ぶわけです。で、今日示すことの一番目は、この、カーネル F っていうこの集合が、この KN の部分空間になっているということを示します。で、さらに3番目は、今ちょっと話したんですけれども、その F で移して、0ベクトルに移るものが、0ベクトル以外にあるかないかっていう話ですね。もしも、
F で移して0に移るベクトルが、こちらの K の0ベクトル以外になかったならば、この F は単車ですよと。で逆に、もし F が単車だったらば、その F で移して0に移るベクトルは、この01点しかありませんよっていうのが、まあ、これから示す3番目の性質です。ここまでいいですか？とりあえず、こういうことを、今日残りの時間でやります。で、じゃあ行きますか。括弧2番ですね。括弧2番なんですけれども、の証明なんですけれども、まあ、部分空間ということを示しますから、前回のやりました証明と同じように、その部分空間の条件ですね。まあ、カーネル F が、まあ、部分空間の定義として、3つの条件式がありました。まあ、これ分かってる人はいちいち写す必要はないですが、まあ、SS0 と SS1 と、それから SS2 ですね。これを満たすことをまあ示すわけです。で、で、一応ですね、この3つの条件式をもう一回思い出しますと、SS0 っていうのは、まあ、0ベクトルが、この、F のカーネルの源であるということですね。それから、SS1 は、ベクトルの和ですね。X と Y が F のカーネルだったら、X プラス Y も、まあ、F のカーネルであることを示すと。それから SS の2は、スカラー倍に関する性質で、X が F のカーネルの源であれば、ラムダ X も F のカーネルの源であると。これを示すと。まあ、この3つをこう示せばいいわけです。で、まあ、ここまで来ればそれほど難しくはないと思いますので、さらっといきますけれども、まず、対象ですね。0がカーネル F の源であるということなんですけれども、これまでその何度かやっています通り、そのどんな線形写像を持ってきても、0ベクトルは0に移るという性質がありました。で、まあ、これでおしまいですね。カーネル F っていうのは、F で移して0に移るようなベクトルの集まりですから、だから0ベクトルを移して0、F で移して0に移るということは、そのカーネルの定義から、まあ、0ベクトルはカーネル F の源であるということがまず示されます。ここら辺で多分、そうか、高さ的には右側の黒板に映ったものですかね。それから、あと、ごめんなさい、これ SS0 ですね、すみません。で、そのベクトルの和に関しては、まず、そうですね、先に、その仮定、FX、まあ、こういう、X と Y を用意しましょう。今、X と Y が、F のカーネルの源であると仮定しますので、FX と FY を F で移す、X と Y を F で移したものは共に0に移ることにしましょう。そうしますと、ベクトルの和に関しては、まあ、X プラス Y を F で移すんですけれども、これは、その F が線形写像であるという性質から、その和に関する重ね合わせの定理が、
整数が成り立ちまして、まあ、x プラス y を f で移したベクトルが、まあ、fx と fy の和に等しくなるというのが、まあ、線形斜道の整数から言えました。で、仮定からこれ、どちらも0ですので、x プラス y を f で移したものも、まあ、0になると。ゆえに、まあ、x プラス y も、f のカーネルの原因ということが示されます。それからと、スカラー場合ですね。まあ、ラムダをその、まあ、スカラーとしたときに、x のラムダ倍を f で移したものは、これもやはり、線形斜道のスカラー倍に関する重ね合わせの性質から、fx をラムダ倍したものに等しいと。で、fx は0ですから、まあ、全体も0になる。ということで、x のスカラー倍も、まあ、f のカーネルの原であると。ということですね。一応、その部分空間の定義、条件式となっている3つの式を、条件を満たしますので、このカーネル f が、kn の部分空間であるということが示されます。まあ、ここまでいいでしょうか。まあ、これを示すのはそんな、もう皆さんそんな見て難しくはないと思いますので、一応まあ確認程度に。確認をしておいてください。まあちょっと映している人がいるので、ちょっと待ちましょう。じゃあ、問題はですね、多分皆さんにとってちょっとハードルが高いと思うのは、括弧3番だと思うんですよね。まあ、すでに分かっている人はいいんですけども、f が単斜ということからどうやってこれを導くか、あとはその逆なんですけれども、これをやるには、その f が単斜というのが、どういうふうに定義づけられているかというのを、きちっと確認しておく必要があります。で、一応それを復習しますと、カメラ入ってますかね。はい、どうも。f が単斜の定義はどうだったかというと、もし fx と fy が等しければ、x と y は等しいと。まあ、ちょっとまだ慣れないかもしれませんが、こういう条件のついたこういう文で、もしくは数学で言うと命題と言いますけれども、こういう形で表せるのが f が単斜ということの定義です。で、これはどういうことを言っているかというと、この逆はその f が斜像ならば当たり前なんですよね。なんでかというと、その例えばここに、まあ、x という点があったならば、これを f で移して、まあ、fx に、まあ、移るわけですけれども、もしこの x イコール y だったらば、その斜像っていうのはもともとこれをですね、ただ一点に移すというのが斜像でしたので、だからもし x と y が等しければ、それらを2つ移したものは等しいはずですね。等しくなければ、それはもうそれは斜像ではないということになります。ですので、この矢印の、左向き矢印は明らかなんですね。で、単斜というのは実はこの右向き矢印に関係していて、
右の矢印ですと、例えば今ですね、この fx と fy という点が等しいとします。で、この時に、その x と y が、じゃあもう移される前の x と y が等しいかというと、それは写像によってこう異なるわけですね。ですので、例えば一般には、この x と y、元の x と y という点が、まあ等しかったとしても、等しくなかったとしても、f で移せば、等しいところに行く場合があります。例えば、そうですね、A として、皆さんおなじみの y イコール x 二乗という関数を考えましょう。これは、実数から実数への写像と思うことができるんですけれども、例えば、そうですね、x が1のとき、y の値1ですよね。ところが、x がマイナス1のときも、y の値が1ですよね。そうすると、x と y と等しくないんだけども、fx と fy が等しいという例になったわけですね。ですので、fx と fy が等しいからといって、xy が等しいかどうか、等しいかどうかっていうのは、必ずしも、常に成り立つわけではないと。で、それが成り立つときには、つまり、移ってきた、fx と y が、fy が等しければ、移される前の点も必ず等しいっていうのが、単写ということになっているわけです。ということで、単写の、定義は、このような形で、表せるということを理解しましょう。で、一応証明にはそういうですね、定義を使いますので、そしたらまず、この主張でですね、x と y が単写ということと、カーネル f が、ゼロベクトルからのみなるということを示すんですけど、この両方の、両向きの矢印を証明するときっていうのは、普通、どちらからでもいいんですけど、傾き矢印を、二方向に分けて証明します。これも数学でいつもやるやり方ですので、注意してください。ということで、まずじゃあ、右向き矢印ですね、示しましょう。すなわち、f が単写であることを仮定して、f のカーネルが0ベクトルのみからなるということを示しましょう。そうしますと、まず、f は単写という仮定をしていますから、今、まさにその定義に書きましたように、もし、ベクトル x と y に対して fx と fy が等しければ、x と y が等しいと。まずこれが単写の定義から言えるわけですね。ここまでいいですか。で、これをですね、だんだん変形していって、その、カーネル f が0ベクトルのみからなるということを示します。で、まず最初のステップなんですけれども、この式ですね、この式をですね、変形させてみましょう。fx と fy が等しいということは、fx と fy の差が0ベクトルになると。これはいいですよね。皆さん。で、同時に、この右辺の方も変形させてみます。x と y が等しければ、同値な常識として、x と y の差が0であると。これもいいですよね。ですので、この上の、この命題ですね。命題は、次のこの2行目のような形で書き換えられます。ここまでいいですか。一応、両辺をそのままその同値な式に書き換えたということで同じようになります。で、次が実はポイントなんですけれども、f は線形写像ということを思い出します。そうしますと、実はこの部分をちょっと書き換えることができます。どう書き換えることができるでしょう。線形写像の性質で今まで何回か使ったのを皆さんちょっと思い出してみてください。どう書き換えるかというと、これ実は、
和に関する重ね合わせから、f の x マイナス y が0。このように書き換えられます。ですので、右辺はそのままで残しておくと、まあ、こういう形で、置き換えることができるんですね。ここまでいいですか？で、さらに、ここですね、x マイナス y というのを、なんかある一つのベクトル、a と置き換えてみましょう。そうすると、こちらも a と置き換えます。そうしますと、どういうふうに置き換えられるかというと、この辺ちょっと見えないですかね。大丈夫ですね。f の a が0ならば、a が0と。まあ、こういう命題、まあ、文というか命題が導かれます。さて、これは一体何を言っているかというと、fa が0、fa が0に等しいということは何言っているかというと、これ f のカーネルの定義から、これはその a が f のカーネルの元だということを言っているわけですね。f で移して0に移ると。ということは、そうすると、これ、最終的に何言ってるかっていうと、もし f が、カーネル f、あ、じゃもし a がですね、ごめんなさい。もし a、ベクトル a がカーネル f の元だったらば、a は0だっていうことを言ってるんですね。ですので、すなわち、カーネル f の元というのは、a、0ベクトル以外にはありえないということを言っています。これ、いいですか？このことから、もし、a がカーネル f の元ならば a は0ベクトルであるということからカーネル f の元というのは0ベクトルのみだということがわかるわけですね。このことから f のカーネルは0ベクトルのみからなるベクトル空間だということが示されます。いいですか。一応ですね、この数学における証明というのは、このような段階を踏んで示されます。まあ、その一例ですので、確認してください。で、以上がですね、右向き矢印ですね、f が単斜ならば、カーネル f は0ベクトルのみからなるベクトル空間だということが示されました。じゃあ、今度は逆を示してみましょう。逆は、カーネル f が0ベクトルのみからなるベクトル空間ならば、f が単斜であるということを示します。そうしますと、カーネル f は、0ベクトルからなります、のみからなりますので、まずこれが仮定ですね。で、結論としては何が言いたいかっていうと、
まあ、fx マイナス、f、あ、そうか、fx イコール fy、もしこういう xy に対してこういう関係式が成り立つんだったらば、xy は等しいっていうことを示せれば、この f の単斜っていうことを言えるんですけれども、じゃあ、x と y をまあ、この k の n から取ってきて、もし x と y が fx と fy が等しいか、等しいと仮定しましょう。ですので、x と y をまあ kn から取ってきた2つのベクトルとしたときに、fx と fy が等しいか、等しいと仮定しましょう。とすると、じゃあ一体何が成り立つかっていうことを調べていくんですけれども、まず、まあ、この式を変形して、fx マイナス fy イコール0になると。まあ、これはいいですよね。fy を左辺に移行することで、まあ、これが成り立ちますから、まずこれはいいですか。で、そうすると何が言えるかっていうと、まずですね、これ、ここでもう一回その F が線形写像であるという性質を使います。先ほどと、先ほどと逆じゃない、先ほどと同じ使い方をしますね。そうすると、ベクトルの和にある、和に対するその重ね合わせの性質から、x マイナス y をこれ f で移したものとこれ等しいですからこれが0になるということは成り立ちますよね。いいですか。ここ1ステップ1ステップのその式の変形やそういう変化をですね納得できることは大事なので一応よく確認してください。で、これが成り立つと。で、ここで、この次のステップで、このカーネル F が、このゼロベクトルのみだという、仮定を使います。ここで何を言っているかというと、実は、ここでは、x マイナス y というベクトルを F で移したものが0に移りますよっていうことを言ってるわけですね。で、ということは、この x マイナス y というのは、F のカーネルの元だっていうことが、言えるわけですね。ここまでいいですか。x マイナス y を f で移して0を移るということは、x マイナス y はカーネル f の元ですよと。これはカーネル f の定義ですから、これが言えると。で、ところが、今仮定からですね、このカーネル f っていうのは、0ベクトルだけですよってことを言ってるわけですね。0ベクトルだけですよと。ということは、この x マイナス y というのは実は0ベクトルなんですよっていうことはその仮定から導かれるわけです。そうしますと、以上をまとめますと、x マイナス y を f で移して0に移るということと、今カーネル f が0ベクトルのみからなる分空間だということから、x マイナス y は0に移りますよということを言ってます。で、ここまで来るともう気づいた人もいるかもしれませんが、これ式変形すると x イコール y なんですね。で、ここまで何が言えたかというと、実は fx と fy が等しければ、x マイナス y が等しい。あ、x と y が等しい。ということで、これはすなわち、これは f が単斜だっていうことを言ってるわけですね。というように、f は単斜。
こういう段階を踏んで、まあ、最終的にそのカーネル F が0ベクトルのみからなる部分空間ならば F が単車ということが示されます。ここまでいいですか。よいしょ。じゃあ上げておきます。ということで、うん、この両向き矢印が示せたので、まあ、最終的にこの定理 5.2 は全部証明が終わったということになります。それでは、あと、このセクションは例題 5.2 というのがありまして、もしかすると先週の金曜日の演習ですでにこの例題 5.2 のような問題をやっているかと思うんですけれども、どうしましょう。一応やっときますか。いや、もう金曜日にやったからいいよっていう人が多ければこのぐらいにしとこうかなと思うんですけども、一応やってほしいっていう人いますか。少しでもいればやります。はい、わかりました。じゃあちらほら言いましたんで、じゃあやりましょう。はい、それでは一応ですね、この授業の最後になりますけれども、例題 5.2 の説明をします。線形写像が与えられてるんですね。F は、K の2から K の2ですから、2項の数ベクトル空間から自分自身への線形写像ですと。線形写像ですね。で、その定義はどう与えられているかというと、x1、x2 を、第一成分は x1 プラス x2、第二成分は、2x1 プラス 2x2 に、まあ、移す線形写像ですと。で、この時に、まあ、F のイメージと、まあ、F のカーネルを求めると。という問題です。ので、まあ、じゃあやってみましょう。まず F のイメージなんですけれども、これは定義通りに書きますと、まあ K2 の弦ですね、 X1 X2 を F で写したものの集合ですよと。で、一応元の X1 X2 は K2 というその数ベクトル空間の弦ですということですね。で、これをまあ定義通りこの F の部分を展開しますと、X1 プラス X2、 それから 2X1 プラス 2X2 で、
x1、x2 が k2 の元だと。まあ、これで、一応、まあ、これは定義通りの書き方ですよね。で、ただ、その、多分皆さん、演習問題でも解いたと思いますけれども、まあ、このままでは、その、この第一成分と第二成分にどういう関係があるかっていうのが、いまいちよくわからないですね。ですので、できればもう少し、この第一成分と第二成分の、関係をはっきり書けた方が、表せた方が、いいわけです。で、そこで、じゃあこれを、まあ、仮にですね、その xy と置きましょう。で、上の成分をその xy と置きますと、x イコール x1 プラス x2。それから、y イコール 2x1 プラス 2x2 と。まあ、こういう、その、まあ、x と y と、それから x1 と x2 の関係式が導かれるわけです。で、これっていうのは、その、x1 と x2 に関する連立一次方程式なんですけれども、まあ、この、連立一次方程式から、この変数 x1 と x2 を消去します。まあ、消去って言葉は多分皆さんあまり馴染みがないかと思うんですけれども、皆さんが今までその連立一次方程式を解いてきた計算っていうのは、結果的にそのある変数を残して他の変数を全部消去するという操作をしたわけですね。ですので例えば皆さん xyz に関するその連立一次方程式があったとしたら、その3つの方程式をうまく足したり引いたりすることで、例えば、y と z の変数を消去して、x イコール何々っていう式を導くことで、その解を求める。それが解を求めるという計算の操作だったわけです。で、この場合は、やはり、こう、2つ、方程式がありますから、これをうまく何倍化して加えたりして、その、x1 と x2 という、変数を消去することで、ことで、この x と y の、まあ、関係式ですね。関係式を導くと。ということが、実は、その皆さん多分演習問題でやってる計算の意味なわけですね。だから、まあ、やみくもに計算しても、まあ、できなくはないですけれども、一応、まあ、こういう趣旨で計算していることを理解してほしいと思います。そうしますと、まあ、どうやって消去するかなんですが、まあ、どうやって、いろんな消去の仕方あるかと思いますが、例えば、そうですね、この上の方程式を2倍して、下の方程式引けばいいわけですよね。そうすると、まあ、2x-y イコール、まあ、0というふうに、こう、x1 と x2 という変数が消去されて、その x と y のだけが残った方程式が現れますから、まあ、このことから y は 2x ですよという関係が導かれて、ゆえに、まあ、f のイメージというのは、まあ、x と 2x ですね。で、まあ、x が k の元と、こういう形でこう表されるわけです。まずこれが f のイメージの計算ですね。
ですので確認しておいてください。それから、次に、F のカーネルの計算なんですけれども、これもやはりまず F のカーネルというのを定義通りに書いてみます。そうしますと、どういう集合だったかというと、K2 のベクトル x1、x2 の集合で、で、f で移して0になるということですから、x1 プラス x2、それから 2x1 プラス 2x2 ですね。f で移したものが、0に移ると。こういう集合です。まず、定義通りにこう書いてみます。ここまでいいですか。そうしましたら、条件式これですよね。ですので、こういう条件式を満たす。ベクトル x1x2 の、集まりですね。求めると、集まりを求めるということになりますね。で、これっていうのは結局その、どういうことをやるかっていうと、この連立一次方程式を解くことになります。こういう形の連立一次方程式。で、しかも、これ、ちょっと特殊な形をしていて、右辺のベクトルが0ですよね。右辺のベクトルが0のような連立一次方程式を何と言ったかというと、正時連立一次方程式と言いました。正時連立一次方程式、AX イコール0を解くと。いうことにこう帰着されるわけです。で、ここで、一応、確認のために書いておくと、A はこの連立一次方程式の係数行列ですね。この係数を全部取ってきましたら、1122と。それから、X は、X1X と。こういう連立一次方程式を解くことになります。ですので、カーネル F の計算をするときには、基本的に、このカーネル F の条件を満たす、正時連立一次方程式を、解くということになるわけですね。で、ここでこの正時連立一次方程式の解の性質について少し思い出してみると、まず、自明な解というのがあります。この00ですね、この0ベクトルに相当する00という自明な解は常に存在します。このことは実はその、今やっている線形写像の言葉で言うと、
F のカーネルが、ゼロベクトルを持つということに他ならないということを確認しましょう。で、問題はこの自明な解であるゼロ以外の解が存在で、こういう連立で方程式を満たすものが存在するかどうかってことなんですよね。でもしその自明な、解しか存在しなければ、F のカーネルっていうのは、ゼロベクトルのみからなる、ベクトル空間、部分ベクトル空間で、そうすると F は、単車だということが分かります。で、それでもしですね、非自明な解ですね、ゼロ以外の解が存在すれば、それを求めましょうというのが最後にやるステップな計算なんですけれども、非自明な解が存在すれば、それを求めましょうと。で、今回はですね、実際に皆さん、この連立一致方程式を解いてもらうと、分かると思うんですが、いいですか、これちょっと上げますよ。で、今回は、これ、連立一致方程式解きますと、カーネル F は、x マイナス x。これ、別に変数は x じゃなくても、アルファとか自分の好きな変数でいいんですけれども、これが解になるということで、こういった形の、部分空間が f のカーネルになるということですね。はい、ここまで何か質問ありますでしょうか。一応これで春学期の線形代数1の範囲は一通り終わりました。で、なかなかですね、この分量の割に時間の制約もあったりして、本来説明したいと思うこと全部は説明できなかったんですけれども、一応僕がこの授業で説明したいと思ったことはですね、僕の講義ノートの方に書きましたので、必要に応じてまた後で参照していただければというふうに思います。で、この授業で一応その線形代数の基本的なことを説明すると同時に、数学においてですね、どんなふうに問題を解くかとか、
それからどういう道具立てでその現代の数学っていうのは考えられているかというそういった基本的な部分についてこう少しでも皆さんに知っていただければ嬉しく思います。で、まあ、多分これからその皆さん数学に触れる機会は、まあ、人によってはもうほとんどないかもしれませんし、まあ、別な人によってはまた続くかもしれませんけれども、まあ、また何か機会があったときに線形代数は多分微積分と並んでこの現代のこう現代の科学技術が発展した社会においてなんか作文みたいですけれどもこの現代の科学技術が発展した社会において本当にどこでも使われている道具ですのでまた皆さんがこれから社会に出たりあるいは勉強を続けていく中で必要になりましたらぜひこの線形代数の教科書とかノートとかを広げてみてほしいなと思います。まあそれ以前に そういう機会が来る前にですねこう荷物になってこうお蔵入りする人もいるかもしれませんがまあ、古本屋に出す前に来年入ってくる後輩に譲ってもらった方が役に立つんではないかと思いますのでぜひその辺も考慮してみてください。というわけであとそうですねこの講義も一通り、ビデオ収録しましてで多分こう何事もなければそのままずっと収録した録画も置いているつもりですのでまたその復習したくなったりとかですねあるいはそのこの照井の話はちょっと聞いてみたいとまあないかもしれませんが思った時には戻ってきていただければありがたいと思います。それからあと今回はビデオ収録をはじめとしてティーチングアシスタントの方々に大変ご協力いただきました。今日は柴田さんは集中講義で残念ながらいらしていないんですけれども、まあ、黒沢さんとそれから微積分演習でおなじみの樺沢さん、ね、どうもありがとうございました。はい。ということで、皆さんこれから大学生活続くと思いますが、ますます活躍されることを祈りまして。あとそれから試験の成功も祈りまして、この授業を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。